エドワード・ W ・サイルは、明治時代に来日した、イギリス生まれのアメリカ合衆国の宣教師、教育者である。米国製公会遣い清信教師として、中国、上海で伝道活動を行う。また、日本での宣教や、英語教育の可能性を探り、日本への宣教師派遣や、学校開設につなげた。その後、上海から日本に教を移し、 日本の近代化に大きく貢献した、お雇い外国人の一人として活躍。東京海正学校、東京大学で教員を務めた。デジタル版日本人、明大辞典プラス、サイルからコトバンク日本大百科全書、主なお雇い外国人からコトバンク、ザ・プロテスタント・エビスコパル・チャーチ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ、オブ・アメリカ、イン、チャイナ・ジャパン。 1835-1870 With reference to Anglican and Protestant Missions Ian Welch College of Asia and the Pacific Australian National University 2013ありがとうございます。